アンナ・カレーニナ、トルストイ。前回の続きからです。彼女はそこにスティーブンを見つけ出し、それからまた黒いビロードの衣装をつけたアンナの美しい姿と頭を見つけた。そしてあの人もやはりそこに居合わせた。キチは両便の申し込みを拒絶した晩、以来彼を見なかったのである。キチは遠目の聞く目ですぐに彼を見分けた。そして彼も自分の方を眺めているのに気がついた。いかがです、もう一回り。お疲れじゃないでしょう。軽く息を弾ませながら、コルスンスキーは言った。いえ、もう結構でございますわ。ありがとうございました。では、どちらへお連れしましょう。カレーニンの奥様があそこにいらっしゃるようですわ。どうか、あの方のところへお連れくださいまし。どちらへでも、お望みのところへ。で、コルスンスキーは歩みを加減して、ごめんなさい皆さんと言いながら、広間の左隅にいるグループを指して、まっすぐにワルツを踊っていった。そしてレースやチュールやリボンの海の間を縫いながら、羽一本触らないで、くるりと急に彼女の体を一回り回したので、すかしの長靴下を履いた彼女の華奢な足が現れて、長い尾が扇のように広がりながら、グリービンの膝に覆いかかったほどである。コルスンスキーは一つ会釈して、開いた胸をぐっと反らしながら、彼女をアンナのところへ連れて行くために、片手を差し伸べた。キチーは真っ赤になって、グリービンの膝から、トレーンを取り除け、いくらかめまいがするのを感じながら、アンナを見つけようとあたりを見回した。アンナはキチーがぜひにと望んだ藤色の衣装でなく、胸焼きを大きくした黒いビロードの衣装をつけ、古い象牙のように磨き上げられた肉づき豊かな肩や胸や手首のほっそりと華奢な丸みを帯びた腕をあらわに見せていた。この衣装は全体にベニスレースで縁飾りがしてあった。彼女の頭には少しの入れ毛もないグログロとした髪に三色すみれの小さな花かんざしが刺してあり、それと同じ花かんざしが黒リボンの帯の上にも留めてあって、白いレースの間からチラチラしていた。髪も目に立たぬように結んであった。ただ目に立つものといえば、いつも後頭部やこめかみにこぼれて、彼女に風情を添えている、いかにも気ままらしい小さな巻き毛のわっくらいなものであった。磨き上げたようなしっかりした首には、真珠のネックレスがかかっていた。キチーは毎日アンナに会って、すっかり彼女に惚れ込んでいたので、ぜひとも藤色の衣装を着せてみたいと想像していた。けれども今黒い衣装を着けた彼女を見たとき、彼女は自分がアンナの美を完全に了解していなかったのを感じた。今こそ彼女は全く新しい思いがけない存在としてアンナを見出したのである。今という今、アンナは瑠璃色の衣装をつけるわけにいかなかったのだ。彼女の美の真髄は、彼女がいつもその化粧や着付けの中から抜け出していて、化粧や着付けが決して目に見えない点にあるのだ。それを彼女は理解したのである。で、この見事なレースのついた黒い衣装も、彼女が着ているとほとんど際立って見えないで、単なる額縁に過ぎなかった。目に立つのはただ、
単純で、自然で、華美で、同時に快活で、生き生きとした彼女自身ばかりであった。彼女はいつものようにぐっと高く身をそらしながら立っていたが、吉井がこの一群に近寄った時、この家の主人を相手にして、ややその方に首を向けながら話していた。いいえ、私、石など投げはしません。と、アンナは主人に向かって何かの返事をした。もっとも私、わかりませんけど。と、肩をすくめながら言葉を続けたが、すぐさま保護者らしく優しい微笑みを浮かべながら、吉井の方を振り向いた。女らしい仕方で、吉井の化粧を一別して、彼女はようやくそれと知られるほどながら、吉井に意味のわかるように、軽く首を動かした。それは吉井のいでたちと、その美貌を称賛するものであった。あなたホールにも踊りながら入ってらっしゃるのね。と彼女は付け加えた。この人は私の忠実無比な助手の一人でしてね。まだ一度も会ったことのないアンナにお辞儀しながら、コルスンスキーは言った。公爵令嬢は舞踏会を楽しく美しくするのを助けてくださるので、アンナ・アルカージェブナ、どうぞワルツを一回り。彼は身をかがめながら言った。あなた方はお近づきなんですか？と主人が尋ねた。私は近づきでない人なんかありませんからね。私たち夫婦は薄霊と同じで、誰にだって知られていますよ。コルスンスキーは答えた。どうぞワルツを一回り、アンナ・アルカージェブナ。私、踊らなくてもいい時には踊りませんの。とアンナは言った。今晩はそういうわけにいきませんよ。とコルスンスキーは答えた。その時、ブロンスキーがそばへ寄った。まあ、今晩踊らなくちゃなりませんのなら仕方がありません。いたしましょう。と、彼女はブロンスキーの会釈に気づかず、さっとコルンスキーの肩に手を乗せた。あの人はブロンスキーさんに何の不満があるのかしら。アンナがわざとブロンスキーの会釈に気のつかないふりをしたのを見て、吉井はそう考えた。ブロンスキーは吉井に近づいて、最初のカドリールのことを言い出し、その間に吉井が見られなくて残念だと言った。吉井はワルツを踊るアンナに見とれながら、彼の言葉を聞いていた。彼女はブロンスキーがワルツに誘うのを待っていたが、ブロンスキーは誘おうとしなかった。吉井はびっくりして彼を見た。ブロンスキーは赤い顔をし、急いでワルツを申し込んだが、彼が吉井の細腰を抱いて、最初のステップを踏み出すと同時に音楽が止んだ。吉井はかくも近い距離にある男をじっと眺めた。自分が愛に満ちた眼差しで眺めたのに、男がそれに答えなかったという事実は、その後、永年の間、悩ましい周知となって彼女の心を切り裂いなんだのである。